僕の学んできたことをすべてお教えしたいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってください。決して進まないからといって力任せに打とうとするんではなくて、内ももを締めて細かく打つことを意識しましょう。より多くの水を捉えるためには手のひらだけではなく、この前腕を使って水を捉えることが、この内旋外旋がうまくスムーズに行えると、より効率のいい体の動かし、足の動かし方に、タイミングがしっかり合うと重心が前に前にどんどん移動していって前の方に進んでいきますけど、バシャバシャ音が鳴ってしまうということは、ただ水を叩いているだけで、それは推進力につながっていないので、体が開きすぎて呼吸動作が大きくなってしまうので、そういう無駄な動きをなくすために、基本的なことを中心にベストタイムの更新を目指して皆さんが頑張っていただける手助けになればいいなと思います。